どうも、エルザレトです。それでは、ウィッチャー3やっていきましょう。そうですね、次、ダウンウォレンの長老の話を聞くということだったんで、今回話聞きに来てます。まあ、ファストトラベルで飛んできましたね。ただ、武器もちょっとね、修理したいなっていうのもあるんだけど、長老はこっちか。どうも。じゃあなって村人の悩みとは。いい村だな。そうかい。沼地の中の宝石のようだ。そう見えるか。困ってないか。まあ毎年冬に危機になることぐらいだ。この担当に見覚えは？あ、旦那、まさかあの方たちのしもべでは。しもべになった覚えはない。取引に来た。早く終わらせたい。ああ、そうならいい。お前の問題を解決するように言われた。聞かせて、要点だけでいい。戦争のせいで古代の力が目を覚ましたよ。血を吸ってな。村人は昼も夜も悪夢に襲われている。夜中に眠ったまま家から出て行き、戻ってこない。ほう。ささやきの丘の木の下に死体となって転がってるんだ。父親も息子も娘も母親もみんな犠牲になっている。みんな気味悪がって死体に触れようともしない。その場所に行ってくれ。闇の力を追い払ってほしい。まあ何かしらっていうか、まあ詳しく行きましょうかね。もっと詳しく話してくれ。詳しく知りたい。自分で見てきた方が早いだろ。ささやきの丘の近くまで行くとヒーバーさんにぶっ飛ばされたんだ。今のあそこはこの世の光景とは思えない。この辺りの連中で気を切って死体を全部焼こうと出かけていったこともあったが、誰一人として戻ってこない。下の地面は人間の骨で真っ白だ。まあいつからなんだろうね。いつから始まった。3年前だ。覚えてる。暖かい日だ。罠に獲物がかかっていないか見に行った。罠にかかった農作業を外した時、真っ昼間なのに急に辺りが暗くなった。最初は嵐でも来るのかと思ったが、耳をつんざくようなリスの叫び声が響き渡った。農作業は手の中で腐り果てて、木々の葉はまだ初夏だというのに震えながらみるみる黄色くなっていった。ワイルドハントか。私の状態が続いている。村人の葉は炭みたいに黒く、女どもはイタチのように争って何もないのに叫び続ける。子供たちは不自由な体で生を受け、怯えて文句ばかり。貴婦人たちに助けを求め続けた。なるほどね。そのあたりを調べてみるか。貴婦人たちも正体を知らないか。あの方たちは何でもご存知だ。セクラばあさんは罰だと言っていた。敬う心を失ったから魔女と呼ぶ者まで。そうだね、妖婆って言い方してたしね。ささやきの丘のあたりを見てくれ。気をつけてくれよ、ウィッチャーの旦那。あの悪魔を甘く見ちゃいかん。さあ、モンスター退治が始まりそうな気がする。さあ、その前にアイテム売ってないかな。ミルクと新鮮なチーズはどうだい？産みたての綺麗な卵もあるよ。振り物見せてくれないか。まあ基本的にはそんなに上がるとは思えないんだが、まあ腐りかけの水か。
これはレベル32なんだよな。売却1はいいかな。これもいいかな。結構ね、重さになるんでね。まあそうだね、ハーバート、プラ、ムーンブレード、やっぱムーンブレードとか群を見て強えな。まあこんなもんにしときますか。うん、こんなもんにしとこう。またな。またな。修理道具があればと思ったけど。あ、足が見えないですか。雨か。あ、逆方？いや、はってないのか、単純に。よし、じゃあ、次の目的地探しますか。ドラゴンスレイヤーの洞窟はいいとして。出現から行った方が早そうな。気もするが。あれ、ロチいた。雪男が雨をもたらした。行くぞ。雪男ね。さあ、とりあえず到着したら一回昼間に変えようかな。じゃないと、化け物がね、大量に出てくるんで。この辺りか。まあね、夜はね、何かと。面倒なんでね。とりあえずクエン貼っとくか。で、アクシーに戻して。それ以上近づくな。赤いのがあるってことはこっちか。オオカミか。どこい？あ、大丈夫だね。これ、お、これか。新しいマンか、入り口。さあ、この木から行くみたいだね。
おお、まだいるかい。さあ、一応これで入り口はどれだっていう話だよね。に出てくるんだったらだよね。何か情報はないかな。これよりどうやって奥に行くかだよね、問題は。アードでどうにかできるかっていうわけでもない。なんか入り口っぽいのあるし、そっち行ってみようか。お、なんだこいつ、人狼。人狼とか出てくんのってことはこいつか。倒せたが、変異体もゲットして、お、力の場。水も飲むと。力の場があって、ここか。さあ、洞窟を調べると、左側か。いう感じではないか。ぐるって回る感じだね。さあ、潜って、やっぱお宝あるよね。下にまだ何かあると。黒い血。さあ、この奥みたいだね。近かったね、反応は。さあ、なぜ血を流したがる。
なんだこいつは。誰だ。お前は。私はドリード会を捨てた。そこで金庫を保ってなお老婆に殺され、呪われて悪霊にされた。はあ、悪霊にされたか。私は永遠にこの名器を漂う。ささやく木の葉の上を流されていく。妖婆について知っていることは。妖婆をよく知っていそうだな。ベーレンは奴らに呪われている。切り取られた耳で全てを聞いている。人の耳で織物を織り、神でか、命をねじ曲げ、人間の体液を飲んで魔力を保っている。なかなかだなあいつら。なぜ奴らに殺された。ああ、奴らだけが森を支配すると。それを止めようとして殺された。ああ、阻止したらっていうことか。なぜ俺が襲われた。ここはローグ、包囲された砦。人殺しどもを待つ、森が守ってくる。人殺しど、殺し屋の姉妹、我が肉体を殺し、魂をも狙う者たち、奴らと戦ったばかり。誰だ？やっぱ森の魔女たちかな。お前解放しろと言うのか。ここに縛られている。魔力の魔法の力で永遠にさまよう木の葉の迷宮を。まあもうこの時点で人ではないという感じか。解放して全て助けなければ。個人に危険が迫っているのなら俺が助けに。さらわれたから自由にしてくれという感じだね。さあ、いろいろ話聞きましょうか。妖婆について、もうこれ聞いたか。あ、吉の子供、妖婆、何を知っているんだ。森のどの木よりも長く来ている。ベレンを支配し、全ての生き物に従えると。あいつらの命は隠されている。見つけ出せない。全て聞かれて隠し事はできない。まあじゃあこれも会話聞かれてるってことだね。空き地の子供たちに危険が迫っているのか。なぜ空き地の子供たちが危ないの。ああ、ってことは子供、抵抗ができない子供の血を吸ってるということか。アードセルビン、新しい場所かな。まあ、とりあえず倒してくれというか。うん、分かった、助けてやろう。空き地の子供たちを救うというなら力を貸そう。稲を見つけるか。さあ、3つ何か集める感じですね。馬を捕まえるって結構大変なんだよね。カラスの羽。馬、なぜ黒い馬が必要なの。なるほど。
さあ、お前の骨。お前の骨はどこに？墓があるか。西の方。とりあえず3つとも集める感じにはなりそうだね。腐った木の心臓か。心臓を貫き血を流して、さあ集めるか。ささやきの丘。あーねー、すごかったね。問題はこっからだ。居心地はここ。まあとりあえずささやきの丘に行きますか。まあ、とりあえずね、見つけないとっていう感じではあるね。さあ、農地に乗って。行け！そっちは行けない。いやー、すごかった。まあでもとりあえず集めてどうなるかはね、まあウィッチャー3に関しては選択したものによって全く結果が変わるんで、この辺りはねした人のプレイ次第という感じがねいいんだよね。でもまあ助けれるものは助けてっていう方向で、まあ何分あの貴婦人たちがあんまり気に食わないんで痛い。痛いな。画面アクシーのがいいな。さ、この辺りに囁きの丘に、あった、意外と近くだった。奇妙な骨だ。人間のものではないのだ。さあ次は馬。アクシーを使って落ち着かせると。馬ゲットね、意外と難しいのよね。マジか、ぐるって回るしかない。ファストトラベルをね、すぐどこそこマップのとこからできるってわけではないんで、ゲラルドならいけると。さあロチ行くぞ。意外とね、案内ちゃんとしてくれないっていうね。さあ、上に、上か。
いやにしてもここのエリアはずっと雨降ってるね。さあと思ったんだが、の前にねアイテムがあるわけよ。 OK だね、 OK だねって思った。その馬がこれローチだもんね。あ、いた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 。ほい、さあ洞窟に連れていくか。さあ意外とね馬の手なずけもアクシー使えば結構簡単だったんだね。さあ黒い馬を連れていくと、カラスの羽は手に入れてたみたいだね。準備はできた。始める。木の中にいる存在を騙し破壊する。やはりお前を殺す。まあ儀式始めてみるか。わかんないからね、本当。カラスの羽はここに。かつてのようにもう一度自由に。お前の骨はここに。かつてのもう一度肉体の中に。そう、これでどうなる？おお、めっちゃ目が赤い。生きている。子供たちを救え。そうしよう、約束を果たさねば。漆黒の馬か。おお、一応ちゃんと退場できたね。さあ、これで一旦戻りますか。といってもなんか近くで話はあるみたいだね。お、うん、もう村人たちが来てたんだね。アイテムアイテム。さあ、話す。頼まれた件を片付いた。念のため、囁きの丘に近づくな。信じられないが、何かいたのか。そうだね、知らない方へ。何かを破壊したが正体はわからない。知らない方がいい。知らない方がいい。何をしたんだ。気にするな。問題は解決した。詳しいことを知る必要はない。ああ、その通りだ。聞いても何もわからないしね。要は森の貴婦人たちと呼ばれる奴らに報酬を受け取れと言われた。わかるだろう。
ああ、分かってる。担当貸してくれ。すぐに戻る。髪の毛か？耳。はあ、なるほど。これが報酬だ。貴婦人たちに持って行ってくれるか。一体何のつもりだ。よそ者にはここのやり方はわからんだろう。これが彼女らの庇護に対する正当な対価だ。では、あの森の耳は全部。旦那、忘れちまいな。あんたはすぐにここを去る。我々は子や孫の代までずっとここで暮らす身だ。ベレンには守ってくれる神も君主もない。見捨てられた土地だ。ここで生きるには自ら庇護者と取引するしかない。なるほどね。貴婦人たちもなかなかな感じだね。シレットアイテムもゲット。狩人系アイテムが手に入った感じか。さあ火が消えたぞ。何か来たぞ。実際のお前たちはタペストリーとは随分違うな。確かにね。はあ。契約結ばれてる感じではあるが、さてこのサンババアはまた私たちに逆らったわね。お前は子供を逃したわね。逃げる素振りはなかったんです。ここが気に入ってよく遊んでいたし。ってことは馬が、ああうまいこと逃がしてくれたんだ。あの印は知ってるぞ。クローパーチの男爵夫人アンナだな。地球の中に果実が実ったの。憎んだ男の種から育った果実が。声出せれるのか。はあ。その印を持つ彼女は私たちのものよ。今度はその女が気になるのね。話してごらんなさい、白髪の男。声が出たり出なかったりっていうのはちょっとあるね。姿が変わったのはなぜだ。タペストリーとは姿が違う。あなたのために着飾ってきたのよと。どこがだ。いや遠慮します。さあ何のために来たか分かってる。変身か。驚いたな。変身か。珍しい能力だ。それは遠慮する。そんなことをしに来たんじゃない。さっさと情報欲しいな。俺を利用したな。ささやきの丘を支配するために利用したな。骨が折れたぞ。棚のものはないと。
領地ね。木に囚われていた霊魂は解き放った。裏切るも、あ、やっぱ解き放つとなんかあれなんだね。取引は取引だ。村人を救えという約束は守った。村はもう安全だ。出し抜いた。まあ結果そうなるね。あの木に囚われてた霊魂は何者だ。それだよね。以前死を欺いたものよ。喋れるんかい。声が出たり出なかったりね。解き放ったのは古代の力よと。再び立ち上がろう。どこでもね、もう止められない。また血が流れるわと。さあ、俺が探している娘について教えろ。本題はこれだよね。約束を果たした。今度はそっちの番だ。決して約束が破らないと。あ、やっぱ分かってるんだね。かなりやっぱ疲弊してるね。声を忘れてしまったか。その子は今どこにいる？信用できないな。お前たちは必ず約束を守ると聞いたぞ。正直に全て話せ。いいわ、話してあげる。まあ、あれか、今から知り合いの方するのか。さあ、だいぶ逃げてきたって感じだね。まあでもそうだね、ボイスがちょこちょこ入ったりなかったりってことは、どこかになんか音が漏れてる感じだね。古吉、裏切り者の女の血。なんか特殊な感じか。ダメは彼女、ああ、肩のもの、ああ、ってことは、なるほどね。こいつらも、ワイルドハントの手先か。ああ、でもギリギリで逃げたんだね。なかなか。おでー、マジかー。おお、脱出脱出。もう逃げよう。倒すよりか逃げよう。こっち回避行動マジすげえよ。ここ、
さあ、ワイルドハント。まあ、無事逃げれた感じではあるけどっていうところだね。さあ、しばらく後、娘を殺そうとしたのか。家畜のように殺して食おうとしたんだな。彼女たちなぜ子供の頃の思い出が蘇ったと。古き血脈ってやっぱあるんだね。それがワイルドハントを求めてるって感じか。そうだな、お前ら。しかもワイルドハントの仲間となるとちょっと。娘を殺そうとしたら絶対に許さんぞ。脅しても無駄よと。まだその時ではない。え、また会うの？何度彼女の姿を見た、それは幻。ほう。いやいや、ヒーヒーだけ言われてもね、素敵な騎士さんと。さあ、一応、無事クリアですね。で、アンナについて分かったっていうのが、さっきのがアンナだったってことか。いやー、まさか話がつながっているとはね。さあ、クエストこしや。家庭の事情か。ちょっとそこまで今回しますか。家庭の事情、もうね、中指立てられたからね、前回手伝わねえよっつったら。あんにゃろうにまた会いに行くか。血まみれ男爵。さあ、着いた。で、男爵に話す前に、回復したいね。アイテムもろもろ。とりあえず両隣だね。まあね、まさかこれと連動するとは思ってもなかったからっていうのと、アンナっていうのがあの女性か。特にクエストはなし。あ、いたいた。ご用件は。クベントはまたいいとして。クベントはね。修理修理。81。あ、違う違う、こっちじゃない。あ、そういう中か。いやー、お金かかるね。
防具の修理はあるんだけど、武器の修理がなかなかないって感じか。でも金もね、なかなかたまんないからね、このゲーム。装備中の装備を、あ、お金がお金が、またな。じゃあ、ベンチャーさん、ミトコプス近くの洞窟にエルフの墓地が、怪物がうじゃうじゃいるわしが見えない。いやいや、ぶつかってきたのぶつかってきたのそっちなんだけどな。まあまあまあ、血まみれ男爵に。その前にアイテムをちょっと直しとこうかな。以降を、まあこの30人あたりも使わないしな。金。このあたりは連打だね。まあそのうち倉庫はある程度開けるようになるだろうからね。意外とルーンが大量に集まってるのは。でも、あ、ダメだ、武器のこれは、これは換金。そうだね、さっきの俺ぐらいでいいか。んじゃ、ああ、シリの服か。切るぞお前切るぞ。いたね、男爵。さあ、話だ。話を聞こう。何の用件？あ、これだね。あんたの妻の居場所が分かった。奥方の情報が。なんだと？なぜそれを早く言わない？どこにいる？なぜ連れて帰らなかった？クルックバック出現だ。食べ物も住まいも仕事もある。そこを離れたがってる様子は微塵も見られなかった。連れ戻すのがお前の役目だ。住み心地なんてどうでもいい。彼女を見つける約束だった。そして見つけた。取引はそこまでだ。そうだな、見つけろっていう話だからね。お前はまだ俺のことを卑劣なクズだと思ってるんだろう。この件は全部俺のせいだと。ちょっと頭冷えた感じかな。あ、そうだ、俺の意見は関係ない。あー、どっちかな。あー、うーん、そうだな。あー、そうだ、そのところまさにそう思ってる。ウィッチャーの世界は黒で割り切れるかもしれんが、俺たち一般人の世界は灰色がほとんど。俺の家族のことだ。家族ね。
じゃあ話も一旦聞いとこうか。いろいろと情報はあるかもしれないかね。ではないとでも言うつもりか。いいだろう。お前の言い分を聞かせてもらう。アンナとは一目惚れだった。アンカーの戦いで肩に槍が突き刺さった時、傷の手当てをしてくれてな。回復してすぐに結婚を申し込んだ。あいつは喜んで涙を流したよ。すぐにタマラが生まれて、俺はシダリスへ派遣された。領主がエサイン王に反逆して、フォルテストが援軍を送った。戦いに次ぐ戦い、紛争に次ぐ紛争、戦場暮らしだ。家にはめったに帰らず、酒に安らぎを見出した。安酒に浸りすぎて、家へ帰れた時には手放せなくなっていた。つまりお前のせいってわけか。最後まで聞いてくれるか。まあそれは聞くよ。それから何が？それで前線から前線へ、戦場から戦場へと渡り歩いて軍歴を稼いでいる間、アンナは何ヶ月も赤ん坊と二人きりだった。後から分かったが、それほど孤独ではなかったのさ。3年の間、幼馴染のエヴァンの腕で慰められていたんだ。癒やしの男に。分かるか？俺は一度も浮気をせず、誘惑を頭から払いのけたのだ。アンナは何年も不貞を働いてたんだ。全く心配してなかったさ。愛していたからな。なぜ気がついたの？ある日家に帰るとアンナの姿が見えなかった。置き手紙があって、俺を愛していないと。あのヤサ男のために俺を捨てると書いてある。タマラも連れて行かれた。馬にケツを蹴り飛ばされた気分だった。確かにね。奴を探しに行ったさ。女たちを取り戻し、家へ連れ帰るために。だが奴を見て心の中で何かが変わった。ドス黒くな。俺はゲス野郎を殺し、死体を犬に食わせた。ああ、それで血まみれなんだ。はあ。血まみれ男爵と呼ばれるのには根拠があったのだ。何？お前のあだ名だ。これで納得だな。いや違う。それは全く別の話だ。別か。そんなことをしてアンナが喜んだとは思えんの。随分と控えめな言い方だな。妻は感情をむき出して反狂乱で飛びかかってきた。蹴ったり引っかいたり。最後はナイフを手に取った。かわさなければ俺は死んでた。殴ったのはその時が初めてだ。落ち着かせるためにな。そうするしかなかった。変わってしまったものは二度と元には戻らなかった。アンナは自分の命と俺の命を何度も絶とうとした。何度も繰り返し汚い言葉を吐き挑発してきた。また殴られたかったのかもしれない。妻は愛を奪われ、夢を壊され、殺されたも同然だと叫んだ。どれだけ謝っても、どれだけ腕いっぱいの花や贈り物を届けても、少しも気にかけなかった。2年過ぎて怒りは無関心へと変わった。妻の発作的な癇癪や俺の酒癖の悪さで中断されることはあったがね。どうやってかはわからないが、俺たちはあの日々を乗り切った。これで少しは分かっただろう、俺たちの過去のことが。俺には関係ないことだか。ここまで聞いてね。そうだね、浮気されたのも男のせいっていうだけでもね。
いやー、どっちだろ、どっちにしよう。なんか結果変わりそうで怖いんだよな、ここらへん。いやー、お似合いの二人。なるほど、お前と彼女双方の。あ、そういう言い方やね、よかった。分かってくれて嬉しいよ。とにかくアンナを連れ戻す気がないなら、せめて妻がなぜあの沼地に行ったか教えてくれ。はあ、どうしよっかな。妖婆、これだな。彼女は妖婆の元にいる、しもべとしてな。どういう意味だ、妖婆とは何だ。あ、妖婆は知らないのか。噂は聞いたことがあるが、子供を怖がらせるための作り話だと。どうしてそんなところへ。まあ、怪物に囚われた。まあ一つだね。森を走り抜けようとした時、妖婆に使える怪物に襲われ、アンナはさらわれた。怪物だと。クソ。それでタマラは怪我を。いや。ああ、よかった。それでアンナはどうなった。その怪物に湿原の奥地へと連れ去られた。傷つけられてはいない。むしろ幸せそうだった。幸せ。バカを言うな、ウィッチャー。あの湿地で妻は何をしてる。んじゃ、最後だね。契約した。彼女は妖婆と取引した。おそらく正気を失ったんだろう。取引？どういうことだ。彼女は望まない子供を身ごもっていたんだ。そして妖婆に助けを求めた。奴らは1年間の奉仕と引き換えに解決を約束した。そして約束は守られた。奴らの歪んだ方法だな。つまりアンナは胎児が消えると思ったんだろう。だが実際は妖婆に力を吸い取られ、結果的に流産を強いられたんだ。正気を失い始めたのはその時だろうな。はあ、そういうことね。魔法の鎖で縛った。抵抗すると激痛をもたらす鎖だ。魔女と取引だと。最悪だ。何かの冗談だろう。助け出さなくては。出現に放ってはおけない。いやー、やめた方がいい気はするな。たとえ武装した部下と一緒でも沼地に踏み込むのはまずい考えだ。あそこは危険すぎる。妖婆はお前が思っているより厄介な連中。3人いたしね、しかもね。車で座して待つつもりはない。お前は自分の娘を連れ去られたら何もしないのか。そんなことはない。だが俺を言っちゃった。そして俺は愛する者たちの人生をめちゃくちゃにした父であり夫だ。部下を集めて出現へ行ってアンナを取り返す。そうか。そうだね、その前に約束。約束だ。俺は役目を果たした。今度はお前の番だ。約束だな。どこまで話した。バシリスクに襲われた話だ。ああ、そうだ。巨大だった。頑強な怪物だ。そうだったねバシリスク、そういえばあったね。ってことは、さっきの沼地はその前の、あれか、ここの後ってことか。奴は俺たちの目の前に降り立った。もう終わりだと思った。危ない。もしこれで俺が死んだら、要塞から何でも好きなものを持っていけ。死なないわ。化け物に俺たちの腕を見せてやろう。いきなり。ちなみに、ま、ああは使えないか。どうやって引きずる、下ろすかだよね、問題は。いや、勝手に降りてくれるか。
いやー、すげえな。いや、回復しねえと。アイテムあるのかな？ないね。使えないしな。ライフが、お、やばい。あれ、やっぱり。あー、マジか。さあ、再び。まず降りてこないとな。ガードしてもダメか。さあさあ、来い。さあ、危ないか。でも上連れて行かれちゃったね。回復アイテムがないのが非常に非常に困る。かといってアイテムを取れるわけじゃないからな。どっから入るんだ。さあ、だいぶお怒りですが。おお、
首元が弱点という感じか。で、とどめを刺す。そりゃねー、そりゃそうなるわ。生きるか死ぬかの合間だったからね。これで馬をもらうというわけか。忘れ物はないな。ええ、ありがとう。これを助けてくれたことは決して忘れない。そうだね。おあいこよ。あなたも助けてくれた。ここへ運ばれてきたとき、食事をくれて、面倒を見て、傷を手当てしてくれた。これでおあいこ。出ていくことはない。いい仲間もいる。いつも温かく迎えてやれる。行かなくちゃ。勇気に追われてる。ワイルドハントよ。力を使ったのがバカだった。きっと嗅ぎつけられたのね。ワイルドハント、追われてる。ここに残ればみんなを危険にさらす。扉と窓にカンヌキをかけるよう伝えて、そして夜にうろつかないようにって。それでどこへ行くつもりだ。まずはノビグラドへ。その後はわからない。そうか、やっぱノビグラドには行ってる感じなんだね。ってことは次はノビグラードあたりかな。行くんだったら、そう言ってシリが去った後は虚しさしか残らなかった。さあ、どうやって。そうだね、封鎖されてたよね。ダニア軍がポンター川を封鎖しているのに、シリをノビグラードへ行かせたんだ。シリは女魔術師を探していた。魔女を探すならノビグラード。それにただ放り出したわけじゃないぞ。通行証を渡した。通行証はどこで手に入れた。通行証を手に入れた。ずっとこのピエロの一団を率いていたわけじゃない。以前はテメリア軍に仕えていた。川を守っているのはレダニアだぞ。そうだが、少し名声があり、各地に友がいれば国旗や紋章はあまり意味を持たない。なるほどね。ノビグラドへ行こう。まだノビグラドにいるかもしれないな。彼女を助けてくれて感謝する。ああ、これで知りたかったことは聞いただろう。急ぐべきだ。だが、できるなら。早く言え。アンナの元へ行きたい。解放して連れ戻したい。自らの意志であそこにいるとは思えない。話を聞いてないようだ。沼地へ行くのは危険すぎる。聞いたさ。だからお前の助けがいるんだ。これ以上シリの話はない。だが同行してくれれば持っているものは惜しまない。少しもない。そうか、まあどっちもどっちだったからな。終わらせよこの話は。分かった、行こう。金はいくらあっても困る。まあそうだと。部下を集めてダウンウォレンへ向かう。そこで合流しよう。よし、いいだろう。ここにいたな。また逃げました。お、失礼、お邪魔しました。今のは、今のは何だ。こっちが聞きたい。人間か怪物か、
部下はウーマと呼び怪物だというが、俺には人間に思える。アーダルのクソぐらい醜悪だが。名前の由来は何だ。ウーマ、妙な名だ。妙だと。だが他に何も言わない。つまり喋れるのか。いや、ほとんど。こういうことだ。名前を尋ねた。奴は座っていた。何も答えず足の指を鼻に突っ込んでる。だから奴の手をつかみ、目を見つめて尋ねた。名は何だ。するとバカみたいな顔でようやく言った。ウーマ。それっきりだ。なるほどね。怪物には見えない。怪物には見えない。だがメダルが震えている。妙だな。どこで見つけた。実際おかしな話だ。カード遊びで勝ち取ったんだ。なるほどね。他にかけるものなかったのか。かけるとはよほど必死だったんだ。まあ嫌味はやめろ。偉そうに。誰かが奴をかけたんだ。必死な野郎がいたとすれば、それは奴の元主人だ。経緯を話せ。話どんな風に。一度ノビグラドへ行った。御用と町の娯楽に興じるためだ。宿屋に泊まったらそこの連中が遊んでいたから参加したんだ。その日はカードがついていた。次々にすごい手が入って金を巻き上げた。ある商人がとりわけムキになった。スケリッジで仕入れたもの全てを賭けで失ってた。そいつがもう一勝負をせがんだから受けた。何をかけるか尋ねたら、あの見せ物を出してきた。欲しくもなかったが、何か取り返すチャンスをやろうと思ったんだ。だが奴は運がなかった。それでウーマがここクローパーチに来たわけだ。それだけの話だ。実に面白い。笑いだ。実に面白い。奴がクソを漏らした時は最高だったんだ。そっちかい。これで劣気とした男爵だ。道化師までいい。だが何かしっくりこない感じだ。どこがだ。人間よりも怪物に見えるが、奴の目には知性が感じられる。単なる妄想かもしれんが、奴のようなものに会ったことは。いや、だが危険には見えない。なあ、まあそんなところだ。たくさんは食わないし、面倒をかけない限りはみんなの気晴らしになるからな。そろそろ出発する。それではな。じゃあな、娘が見つかることを祈るよ。もうでもウーマか。証明しろよ。良き父親ね。さあ、沼地に行ったわけだね。さあ、まあ、スキリッジへの旅っていうか、ちょっと待った、ドクロマークついてるってもう、やべえじゃん。レベルが追いついてない。スキリッジ16。これはちょっと。シリを追ってナビグラルいるか確かめる。スケリッチ。意外とこのサイドもしないといけないのかなっていう気はするけど。サイド。これは9か。そうだね。次回ちょっとこれ、行くか。で、それが終わったら次メインっていう感じでやろうかね。ちょっとこの結末は知りたいところではあるからね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと今回動画が長めになるかなと思いますが、いろいろ端折って短くはなるかなと思います。次回は、再び、クルックバック出現へということで、こちらに行きたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。ほんじゃ、また。
最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。